はい、来ました、サウナ。早速中入ってみましょう。寒いですね、今日あいにくの雨なんで入ってみたいです。おお、あったかい。めちゃくちゃあったかいです。薪は自分で叩いて作るスタイルなんで、とてもあったかいですね。楽しみです。これでもう一瞬でやります。はい、こんな感じで。サウナハウスの中に入ってきました。ご覧ください。このようにスウェーデンを彷彿するような感じで、とてもあるわ。あるの？ねえ、嘘嘘、冗談。落ちました。で、ここに、まあ、何種類かレモンとかラベンダーとかウッドとかフューム系のやつ、森の香りを一本、このベーブ・ルースの時代のグローブ水に入れます。パカパカのグローブ。これ開けていけやつ。こう、もう他根元がいい、根元がいます。やっぱ思い切り大事ですね。マジで合ってるそれ。合ってる、多分。いいって。で、準備は万端です。あとはこれを適宜、うん、入れていきたいと思います。いいっすか、入れて。お願いします。これくらい、うん、おぉ、おぉ、うん、おぉ、なんか香りもいい匂いします。めっちゃいいですね。いいっすね、いいね。これで、これ何、森、森、都会の喧騒を忘れてリラックスできるなと考えます。普段都会にいない人が。水風呂はこんな感じです。